宣教の港へようこそ。このお話は今から500年ほど前にキリスト教に大きな影響を与えたマルティン・ルターの物語です。修道士になると決めたルターに父は激怒しました。父に従わないお前は息子ではない、出て行け。すいません、神様との約束は破ることができません。ルターはエルフルトの中でもとてもルールが厳しい聖アウグスティヌス会修道院に入ることにしました。ルールに従い髪を剃り黒い服を着て修行に入りました。当時聖書は手書きでラテン語で書かれていました。しかも修道院でしか見ることができません。ルターは5歳からラテン語を学んでいたので聖書を読むことができました。これが神様の言葉、聖書なんだ。神様、あなたの言葉がよく理解できるように力をください。ルターは司祭になり神学研究をしました。そしていよいよヴィテンベルグ大学でも1508年から神学を学び始めました。聖書の教えは素晴らしい。神様、修道院で聖書を学べるようにしてくださり感謝します。もっと修行してもっと神様に近づきたい。いつかローマに行ってみたいな。優秀なルターは1510年、27歳でローマ訪問が許されました。貧しいドイツの田舎の修道士がローマに向けて旅を始めました。ローマに近づくと修道院も金持ちになるんだな。これがローマか。これが教会なのか。あれが司教。ローマの金銀で飾ったきらびやかな教会と着飾ったローマ教皇や司教たちを見たルターはショックを受けます。イエス様は貧しい馬小屋で生まれた。それなのに教会がこんなに金持ちだなんて、司教が高価な装飾品をつけるのは主の御心か。ローマ教会は何か間違っている気がする。苦行をして自分の体を痛めつけても、聖書をいくら読んでも何時間祈っても 100% の悔い改めなどできない。どうすれば救われるのかわからない。ルターは高い塔の部屋に閉じこもり、神様に正しいものとして認められるためにどうすればいいのかを調べていました。神様、どうすれば人は正しくなれるのですか。ルターは何時間も何日も調べました。神様からの答えは得られるのでしょうか。この続きはまた次回宣教の港で。よっそろー。御言葉の蔵。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。第二テモテ3章15節 B。 言葉の意味。聖書とは神様があなたに与えたお手紙のこと。知恵を与えてとは神様が内容を理解できる力をくださるということ。キリストイエスに対する信仰による救いとは、イエス様を信じるだけで地獄から救われるということ。救いを受けさせることができるとは、天国に行くことができるということ。つまり神様があなたに与えたお手紙である聖書は、その内容を理解できる力を神様がくださって、イエス様を信じるだけで
地獄から救われ天国に行けるようになります。ということ。第二テモテ三章十五節 B。 お話の家にようこそ。マルチン・ルター先生はイエス様を信じる信仰によってあなたの罪が全部許されて神様は罪のない人として天国に入れてくださるっていうことを多くの人たちに教えました。ところがなんとそれに反対する教会の人たちがいっぱい出てきました。そしてそんなこと言っちゃいけない、怒られるんだけど、ルター先生は言ったんです。私は聖書に書いてあることを伝える責任があるんです。人に従うより聖書に従う方が大事でしょ、聖書は神の言葉なんですから、というふうに言いました。今日はルター先生がどのように聖書の言葉が大事かということについて教えてくれた、そのことを一緒に考えていきましょう。今日のお話は聖書に変えるの巻。今から約500年ぐらい前、聖書はラテン語で書かれていました。そしてドイツの人たちもラテン語の聖書意味がわからないで聞いて、そして司祭がそのことを一生懸命訳してくださってお話してくださるのを聞いていたんです。ということはつまり人々は聖書に何が書いてあるのか直接知ることができなかったんです。でもルター先生は聖書の学者ですからよくわかっていました。そしてその中でえ、これはダメでしょうと思うようなことがあったんです。何かっていうと、それは免罪符というものです。それはこの当時の教会がですね、お金が必要だったんです。だから人々があなたの死んだおじいちゃんおばあちゃんやその人たちが罪を犯しているので、その人たち天国行けないでしょ、でもあなたがこの免罪符っていうこれを買って、教会から買ったら、それによってあなたのおじいちゃんおばあちゃん先祖たちは天国に行けるようになるんですよっていうふうに教えたんです。それで多くの人たちが自分の家族で死んだ人のために免罪符をいっぱい買ったんです。でもその免罪符のお金は何のために使われたかっていうと、聖ペテロ寺院っていうね、すっごい大きな教会を建てるために使われたんです。そしてそのことをこのルター先生はものすごく怒ってたんです。聖書に書いてないことなのになんでそんなことをするんですか、それは違うでしょ、そして本当の福音がわからなくなるじゃないですか、イエス様を信じた人は天国だけどイエス様を信じなかったら永遠の滅びでしょ、それをそんな風にぐちゃぐちゃしたら誰が何を信じていいかわからなくなるでしょ。本当にルター先生は困ったんですね。でもそういうふうに言うものですから、ルター先生のことを教会は迫害していじめて脅かしていろんなことをしました。そしてある時もこの会議に呼ばれたんですね。そして会議に呼ばれて、あなたはね、自分の言ってること分かってるんですか、これは教会に反することですよ、そういうこと言うのやめなさいって言われました。でもルターさんは何を言われても聖書にこう書いてあります、この聖書は神の言葉です、だから私はこのことを言うんですというふうに言いました。さてその帝国議会っていうところの帰りです、ルターさんが人さらにさらわれてしまったんです。だからある人たちは、あ、ルターさん殺されたのかなっていうふうに思ってた。ところが実はフリードリヒっていう人がいて、まあ、その人は昔で言うと日本のとても力ある大名みたいな人ですね。その人がルターさんをかくまって、そしてワルドブルグっていうお城の中に入れたんです。さあルターさんはそこで9ヶ月間生活しました。何をしたか、いろんな書物を書きました。そしてそれもドイツ語で書いたんです。彼が考えていること、聖書についていろんなことをドイツ語で書きました。そしてもう一つした大切なことは、聖書をドイツ人の普通の人たちが喋る言葉で分かる言葉で翻訳したんです。そしてその
ドイツ語の聖書、新約聖書が出版されたんですね。多くの人たちは大喜びで、これが神様の言葉で、神様はこんな風に言ってるんだ、とっても喜んだんです。でもそれを読んでいった人が思ったんです。あれ、教会が言ってるようなこと聖書に書いてないよ。何、あの教会の人たちは私たちを騙してたんだって言って、本当に怒ってですね、非難するようになりました。抗議するようになりました。そのことをこの教会に対して抗議するという意味でプロテスト、またそういう人々のことをプロテスタントっていうふうに言ったんですね。だから今までの教会は聖書を中心とした教会じゃなかったんだけど、聖書を中心として教会を作ろう、そしてその教会は何て呼ばれるか、プロテスタント教会って言われるようになりました。そしてそのプロテスタント教会は聖書が神様の言葉だから、聖書の教えを中心としてこの教会を運営していきます、この教えに従って歩んでいきますっていうふうに決めました。そしていろんなことが今までの教会で言われてたんだけど、聖書に書いてあることだけ守りましょう。なんとそんなたくさんのことはなかったんです。バプテスマ、イエス様を信じた人は洗礼を受けましょう。そしてイエス様がもう一度迎えに来られることを忘れないように、パンとブドウ酒を飲む聖餐式、これをしなさいということでした。そして彼らはそれを守るようになったんです。では聖書を開きましょう。第二テモテ3章15節から17節。また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。はい、ルター先生は聖書が本当に大切だ、そして聖書を守ること、聖書を学ぶことがとっても大切だと教えてくださいましたね。今の聖書箇所にあるように、聖書は子どもの時からよく読んで、そしてまず大切なことは、聖書を通してイエス様の福音が分かって、イエス様を信じて罪許され、天国に行くことができるということです。そして神様のために働くためにも聖書がとっても大切だと書いてましたね。神様は私たちが神様のことが分かるように、その聖書を理解できる知恵も与えてくださいます。あなたは自分の聖書を持っていますか？こうして聖書を自分の言葉、日本語で読めるってことは素晴らしいことなんです。1000年以上もドイツの人々は自分の言葉で聖書を読むことができませんでした。そして何が正しいか、何が間違ってるか判断することもできなかったんですね。でも今は私たちには聖書があります。聖書を見て、あ、これは神様の喜ばないことだ、あ、これは私たちがしなければならないことだということが分かるようになったんです。あなたは毎日聖書を読んでいますか？ルター先生のおかげで私たちは聖書を自分の言葉で読めるようになったんです。そして読めるようになったのに聖書を日曜日しか開きません。これではもったいないですよね。聖書を通して神様の素晴らしさがよくわかります。ルター先生はたった一人で神様から、はあ、わかったって教えてもらって、そのことを人々に伝え始めました。そしてだん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 それが広がって、そしてなんとプロテスタント教会ができて、この教会というものがガラッと変わって、また聖書が人々のもとに帰ってきたんです。素晴らしい働きをルター先生はしましたね。でもあなたにも神様は特別な計画を持っています。ですからどうか聖書を読むのと一緒に、私のあなたの計画は何ですか、教えてください、それに従えるようにしてくださいとぜひ祈ってください。神様は必ずそのことを教えてくださいます。ではお祈りします。天の神様、ルター先生をありがとうございます。
ルター先生のおかげで私たちは聖書を自分の言葉で読めることができるようになりました。聖書は神様の素晴らしさを教え、知恵を与えて、私たちがどのように生きるかを教えてくれる大切な本です。神様がルターさんを選んだように、私のことも選んでくださいます。ありがとうございます。どうか私が神様のために何をすればいいか教えてください。そして毎日聖書を読んで、あなたの御心を知ることができるように助けてください。この時を感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の指令書。一つ。ルターはそれまでの教会の間違いをどうやって知ることができたのかな？一つ。聖書はどうして大切なのかな？知っているようで知らない聖書について見方を変えて考えてみよう。さあ、あなたも少しずつでいいから聖書読むだけでも読んでください。きっと神様のことが、また神様の声が聞こえるようになると思います。では次回お話の家で会いましょう。ごきげんよう。聖書はあなたに知恵を与えて、イエスに対する信仰によるを受けさせることができるのです。第2章3章15節 B。 わかったかな？聖書を通して神様が何をしてくださるか、わかったかな？御言葉のクラ。